疲れ様でした。お疲れ様です。どうでした今日収録。いや楽しかったですね。私虹三次さんをお名前はずっと聞いてて、どんな方々なんだろうってすごい今日楽しみにしてたんですよ。そしたらやっぱ見た目からのギャップがすごくて、かっこよかったですね。私やっぱ髪長い方もすごい好きなんですよ、キャラクターとかで。そもそもこの理想のキャラクターみたいなのがいるんですか？性格とかなんか見た目とかで、ここだけ押さえときゃ私は絶対好きだろうみたいな。いやもう私今までの推しのキャラクターが全然みんな系統が違くて、どこで私がそのキャラに魅力を感じるかとかズバッて言っちゃうと、そのキャラクターのどこに私の性癖がぶち当たるかみたいな、なんかエロさを感じるかがすごいポイントになってて、でも大体好きって思うキャラクターは三白眼だったり、目つきが悪くて鋭かったり、絶対に一番にならないキャラクター、なれないキャラクター。社長と秘書がいたら秘書とか、部長と副部長がいたら副部長とか、なんかそういう感じ、わかりますか？感覚的には報われないというか、恋愛漫画でも振られちゃう方とかが好きかな。あと包容力のある男が好きなんでしょうね、きっと。そうそうそう、やっぱ秘書とか副部長とかも部長とかよりも、そうだよねそうだよねみたいな、はぁって感じするじゃないですか。なんかまとめ役というか、おかん的な立場の、やっぱそのそうですそうです、包容力が好きですなるほど、はい、頑張ります。まず顔の輪郭はシャープなんだけど、細すぎず、面長じゃなくて逆三みたいな顔の形で、髪型どうしよう。いや私髪型は本当にそれぞれなんですよね。短髪も好きだし長髪も好きだし、私がなんちゃ青系とか欲しいな、なんかちょっと癖、でもなストレートも好きなんだよなうわ待って、困る、困ります推しが定まる、やっぱ見た目全然違うんだよな、好きなキャラ。ストレートもいるし、でもじゃあまあ王道に行こうで、髪色は黒、やっぱ黒が好きなんですよね。やっぱ黒のキャラクターってクールそうに見えたりとか、ちょっと強そうに見えるじゃないですか。男を感じますよね男を感じますよねで、目は三白眼ってどうやって書くんだろう。で、まあ、鼻はスッとしてて、忘れ花、目立たないで、いや口、まあ、口は普通でいいよね、はい。絶対サイコパス、これはなんか違うけど、まあこんな感じで、服がそうカーディガン、でもそうだな、黒髪なら制服とかもありだけど、パーカーもありだな。パーカーどう書くんやろ、まあ、でもカーディガンにしとこうかな一応。あでもな、黒髪はやっぱパーカーがいいなコロコロ変わる意見が、なんかパーカー着てて、あこういう見た目をして、こういう見た目をして、なんかケーキが好きとかいやギャップが、ギャップがある感じ、飴が好きとか、なんかペロペロキャンディーみたいなどう？あ、イヤホンしてよ、イヤホン、イヤホン、はい、じゃじゃん、私の理想の人、一応黒髪だとこんな感じって感じちょっと私の画力だと、理想にたどり着けないので。ちなみに好きな絵師さんとか、はい、なんかそういうこの人の描くこういうキャラが好きとかあったりするんですか？私ずっと白石由紀さんって方がすごく好きで、それこそ小学生とか中学生、小コミを読んでたんですよ、雑誌を読んでて、その由紀さんの作品が好きすぎてファンレターを送ったことあります。
そのぐらいずっと好きで、男性のキャラクター、まあ、女性のキャラクターもすごく可愛くって、綺麗なんですよね。牙のあるキャラクターとか描かれるのもすごく綺麗で、目もキラキラしてて、なんかもう理想で溢れてるキャラクターを描く方で、ゆきさんがすごく好きです。あ、歌方さんはツイッターをよく見てて、本当にこういう男がいたらいいのになって思うぐらい、なんかちょっと現実にもありそうな、いや、あってほしいなって思うキャラクターを描くのがすごく上手で、このキャラがいてくれたら具現化してたらいいなって思います。勝手な妄想だけど、もしそういうことができたら、おっきい、もうちゃんと私がこいつの設定を細かく決めて、身長は183センチだとしたら183センチの抱き枕を作りたいぐらい具現化したい男です。